全国8400万人の YouTube ファンの皆さん、こんにちは。学生時代、吉野家の目黒駅前店でバイトをしていた宇佐美です。二宮神社の帰り、お腹が空いちゃったので吉野家に寄ったのであります。では行ってみましょう。僕がバイトしていた頃の吉野家は、牛丼の並と大盛り、牛皿の並と大盛りしかありませんでした。バイトの休憩中はそれらを食べてよかったのです。目黒駅前店の店長がすっごくいい人で、ある日好きなだけ牛丼食べていいぞって言ってくれたんですよ。僕はとんでもない大食いって知らなかったんですね。あの、すみません、自分が食べるとこだけ動画撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、すみません。撮影の許可をいただきました。皆さん、飲食店に入るときにはちゃんと撮影の許可を取りましょうね。ありがとうございます。さっきの話なんですけれども、では遠慮なくと食べ始めたんですけれども、大盛り10杯食べた頃にさすがに店長に止められました。そりゃそうですよね。実食。吉野家さん、ごちそうさまでした。コメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも。最後までご視聴ありがとうございました。